はいどうもお疲れ様です。クエポンです。デッドバイデイライトやっていきましょう。元気にやっていきますよ。今日も今回はね、あのトラッパーっていうね、トラップを仕掛ける、殺人鬼キラーの方でやっていきたいと思います。どこにどう仕掛けたらいいのかな。あ、おるなおるな、そこにおるね。おるな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 、これここに置いてさ、見えた、見られた。見えたぞ。どこだ。だな、おるな、おるな。おりゃー、よし。おりゃー、早い。今回は早いぞ。おっと、速攻釣り上げることはできるんちゃうかい、これ。どこ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 。おっと。待て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 。どこに置こう。あ、そこか、そこか、そこやな。早く早く早く。逃げられちゃう。オッケー。はいはい。はい、よっしゃー。よっこいしょっと。はい、まずは、一人目引っ掛けだよ。早いね、今回早い。ちょっと罠取っておいて、彼女の足元に置いておこうか。彼女の足元に置いておこうか。どこかな、こことかに置いておく、こことかにね。助けに来たらこれにパックンチョされてしまってるね、寸法よ。あとはどこかな。他にもなんかこの辺にちょっと見えていたんだが、おるな。罠にかかったって入れてるぞ。ドヤッドーイシュー。ちょっと作戦成功やんか。うわ、これでここまでハマると嬉しいな。あら、これもかけれんのか。1キロしたらかけれんのね。待って待って。もうここまでドンピシャに罠にかかってくれるやつがおるとは思わんかったわ。ナイスワナ、フッキングトゥギャザー。何がフッキングトゥギャザーって。よっしゃ、ここにまたワナでも置いておこうか、どっか。ちょっと、わからんところがいいな。ここにちょっと置いておいて、もう知らん風な感じで来たら、これパックンチまたされちゃうっていう寸法。ワナをスチープ他にも。ちょっと、待って。この罠仕掛けるのちょっと気に入ったかもしれん。いっぱいなんかどっかこの辺とかに置いとこうぜ。どうせ彼女を迎えに来る勇敢な戦士がいるだろう。そいつをパックンチョしたろうぜ。ふふふふふ、いいぞいいぞ。おーおーおー、食べられちまう。これ早くも2キロとかなったら、ショッケあった、向こうにか。あいつ置いておこうかも。あっと、鍵が見えていたな。あ、おるね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 。後ろから追いかけていこうか。これはいいね、このチェイシングな感じがいいね。どくりゃー、いいぞいいぞ。どっか罠かけてなかったっけ。どこ行った、どこ行った。こっちに回って、どっこい、こんにちはこんにちは。お、待って、やばい、これかけたら3やん、3。おおお、ちょっと逃げられた。あ、ちょっと待って、生きのいい姉ちゃんだな、こら。ちょっと待て、グリー。どこ行った、生きのいい姉ちゃんだな、こら。そこか。お、タオ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 、発見したぞ。ここからこう抜けて、右側に、よいしょー、ナイス先回り。なんか今回冴えてるぜ。やっばい。冴えきってる。こんなに冴えることは通常ない。早く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 。
これ3キロしたらえらいことになるぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。華々しくデビューやな。私もこれで一発の。え、ちょ、また逃げられた、また。え、すっげえ逃げるんやけど。なんでなんで？だが、後ろに、わーくっそー、こっちか。よっ、どっ、よいしょー。君はなかなか息がいいね。こんなに逃げられたことはない。早くかかって。釣られてくださいよー。はいはいはい。はいはいはい、はい、急いで急いで急いで、よっこいしょ、キャー、断末魔はいいな、本当にいい声を聞かせてくれるよ。待って待って、罠仕掛けたいから、罠もっとないかな、ちょっと場所を変えよう、ここと、あお、さよならだ。あと一人やん。やば、こんなことってあります？すごい。待って、フルウェイが止まらない。あ、なんかあそこに見えている？あれは違うか。あれは罠が光っているのか？あ、そうだね。おっと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 、そちらの方ですね。これ今回神回やな。四つ目行ったら神回やな。これ左の方かな。どこやろ。どこだどこだどこだ。どこに隠れている？だいたいこの外回りを逃げていると思うんだ。カエル、カエルじゃない、カラスにビビったわ。か、ん？どこだどこだ。点々とあっちこっちしているのか。ちょマジで見えん。見当たらない。このハイペースで買ってったのは、まさかの一人で終わるっていうね。残ってしまうなんていう、ちょっと悲しい事態は避けたいな。できれば全滅させたい。やばい。もう3つあそこにドクロが並んでいることが凄まじいわ。ほんまに。え、どこ行った？姿が見えんが。とりあえず罠とかいっぱい仕掛けとこうか。これなん、緊急なんて言われ、避難路もあるんだろ。もう一個発電機回さんでも出れるっていうところがあるらしいんですけれど、それがすでにどこかわからん。なかなか一人になると見つけにくいですね。罠にかかった。罠にかかっている。これは来たぞ。グッモーニング。はい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 。君をかけるのはそこにしましょうかね。近場に行こう。君で4人目だ。もう言ったらあとはこいつを見張るだけでええってことですよね。おう、バイバイ。そこ切ってからだね。
やったやばいやばいやばい、マジでやばい。神回必須。全滅や、無慈悲な勝利やって。やばい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 、マジで。もうやばいしか言えん。すごい、こんなことってあるんや。奇跡的。わあわあわあ、すげえ。すげえ。2万9700とかもらった。こんなポイント見たことねえよ。やったー。今回やばいよ、これ。なんと、驚異の、4キルでマッチ終了ということでね。もうほんま、ちょっと嬉しい結果となりました。ということで、またやっていきたいと思います。それでは。グダグダ実況ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。ろくにつぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それではエンジョイゲームズ、まったねー。